時間になりましたので、第2部の記念講演に入らせていただきたいというふうに思います。記念講演はチラシにも書かせていただきましたけれども、元外務省国際情報局長の孫崎ゆけるさんに安倍政権と集団的自衛権というふうなことでお話をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さんの中に少年エッチ、この映画どれくらいご覧になったでしょうか。少年エッチご覧になった、たくさん思い出になりますね。少年エッチ、この宣伝文句に軍事統制をも厳しさを増し、おかしいことをおかしいと自由な発言をしづらい時代となっていく中、森尾は周囲に翻弄されることなく、おかしい、なんでと聞くエッチにしっかりと現実を見ることを教え育てるとある。この宣伝文句、多分日本は今おかしいことをおかしいと発言しづらい国になったと思います。同じように宮崎さんが、映画監督の宮崎さんが引退宣言をされましたときに、世界がギシギシ音を立てている、変化している時代に今までと同じファンタジーを続きつけるのは無理があるということを言われました。今発言の一番厳しいのは原発関連だろうと思います。原発の再稼働の反対の立場で最前線で発言されているのが新潟県の知事でございますけれども、知事はあるインタビューに答えて、もし僕が自殺なんてことになったら絶対に違うので調べてください